ンさん、このまま、まっすぐ、歩いてください。なんだろう。はい、着きました。もう見て大丈夫ですよ。カノン、ハッピーバースデー。わー、すっごく大きなクラゲ。これね、実はクッションなんだよ。カノンに似合うと思って用意したのよ。優しく包み込む儚さはまさにカノンのようだね。ほらほら、カノちゃん先輩、早く座って。わー、本物のクラゲに乗ってるみたい。寝た。お誕生日おめでとう。いつもの感謝の気持ちを込めてこれプレゼントよ。ありがとう、千里ちゃん。わあ、クラゲのアクアリウムだ。気に入ってもらえたかしら。もちろんだよ。実はアロハピのみんなからもクラゲグッズをもらったんだ。それがすっごく大きくてびっくりしちゃった。なんだか楽しそうな話ね。お茶でも飲みながら聞かせてくれるかしら。